統合版 99% の人が知らない裏技3点。1つ目、村人って普通は普通に寝ますよね。逆に普通じゃない寝方なんてあるのか。実はあることをするとマジで衝撃のことが起きるんです。村人の上の方にブロックを積み上げて、真上にブロック置いて、の前に画面を2回タップして保存してね。ボートを置いて、下のブロックを壊して、村人が上に上がった時点で壊すと、おお、村人が空中浮遊してるんだぜ。いきなり現れたら怖いにゃん。2つ目、統合版って水中で、ドアを置いても空気ができないんだよな。これだと死んでしまいますよね。ちなみに掘りながら死ぬとエフェクトは残り続けます。実用性なさすぎ。何かブロックを置いて、壊して。そしてもう一つを壊した瞬間ドアを置いてください。ほんとだ、水中に空気が出てるぜ。水中の家が作れそうにゃんね。3つ目、ゾンビの場合。普通に被りますよね。まあゾンビは装備するもんな。スケルトンも発射装置を使うことで被ります。そんなの当たり前にゃん。ですがなんとドラウンドの場合、被ってるはずなのに被ってないぞ。ハスクとかはちゃんと被るのに、なんでドラウンドは被らないんでしょうかね。ちょっと特殊にゃんね。チャンネル登録しないとヤバい。質問に襲われます。